どけ！人がどんどん死んでるんだぞ。こんなところにいられるか。説明はいたします。まずは村へ戻ってください。どけよ、こっちは命がかかってるんだ。大体何者だてめえは。おかしな格好しやがって。待て、こいつ突然どこから現れたんだ。まさかこの村を呪った悪霊か。今ここで逃げ出しても龍馬を退治しないままでは助かりません。戻ってください。ふざけんじゃねえ。誰があんなところに戻るか。そうだそうだ。村に戻ってください。氷でこの村を囲ったのは病を封じるためです。私は帝都の薬師です。あなた方を黒死病から助けるために参りました。それは宮廷薬師。薬を持ってきました。黒死病を引き起こす目に見えない小さな生物を退治する薬です。それじゃ俺たち死なずに済むのか。全員を確実に助けられるとはお約束できません。死者を最小限に抑えるために共に戦いましょう。治療は誰だって怖い。でも逃げずに治療を受けてください。でなければ助けられません。